豆がすごい美味しかった。なんかね、あのね、レモンティーの。お父さん、今回京都のお母さん70歳記念で京都旅行をプレゼントしたんですが、いつの間にか東北温泉が京都旅行になってたんだけど、お父さんは若い時、亀田コーヒー茶の人で、京都の有名なコーヒー屋さん、井野田コーヒーにずっと通ってて、この間、京都が行くとき買ってきてって言ったの、私、行きやすい。やっぱりずっと来てくれたらしくて、今回行きました。お父さん、いいですね。コーヒーパパ出たんです。あと、買ってない。